どうも皆さん、こんにちは、ノーワンです。今までいろいろなね、超能力系のゲームやってきたんですけど、今回は皆さん、ついに、神の力を手にする時が来ました。ということで今日は様々なものを司る神様になって、最強を目指していくというゲーム、神の大物だというゲーム、英語名で、ゴッドタイクーンというゲーム遊んでいきたいと思います。神様になりたい人、チャンネル登録と高評価もよろしく。ということで皆さんやってまいりました。ゴッドタイクーン。ついに神様の力を手にする時が来ました。今回もタイクーンシリーズなんで、いろいろな能力を一つ選んで、それを最強まで鍛えようという感じなんだけど、風の神様とか、火の神様、毒の神様とか、いろいろあるよね。死の神様とかね、ほら。ちょっとどれにしようかな、今日は。ちょっとかっこよさだけで選ぶわ。火の神様になりたいっていう気持ちもあれば、あ、風もちょっといい感じだな。自然はちょっといらない。うわぁ、水も好きやけどなぁ。うわぁ、めっちゃかっこよくない?照明、これ多分雷とかじゃない?雷の神様だ。決めました、皆さん。一番かっこいいこの照明の神様、今日はなっていきたいと思います。まあ、高評価とかコメントとか多かったらね、他の神様も今後やっていきたいなと思います。今日は、雷の神様に俺はなっていきたいと思います。まあ、このゲーム、タイクーンシリーズということなんで、ここにね、時間ごとにどんどんお金が溜まっていくんで、ここでお金を回収して、まあ、この雷の土地をどんどん買っていこうという感じやね。ライトニングドロッパーを購入と。まあ、こんな感じでどんどんドロッパーを購入して、ドロッパーが、これで5ドル増えていくんだ。あ、10ドル、オッケーオッケーオッケー。ここにいるとお金がここに入っていくって感じやね。こっち160ドル、いいよ、ありがたいよ。このドロッパーがね、一番お金で直結するから、どんどん買っていこう。ライトニングコンデンサーも買っていき、いいね、いいね。ここをくぐると多分お金がね、ちょっと増えるみたいな感じかな。なんだ、君は死を司るものじゃないか、もしかして死の神様じゃない、その服装は。よし、俺もちょっとどんどん強くなっていきたいな。お、ライトニングブレードまずはゲットしました。お、かっこいい。雷の王として私は生きていきたい。帰れ。あ、なんだそれ。あ、なにそれ。うわ、なに、なにその能力。死の能力強すぎない？やばいやばい、なんか俺のところで死の能力者が暴れてるんやけど、なにこの能力。よし、ちょっと待って、これで武器回収して、オッケー、君を倒す時が来たようだ。俺もやばいやばい、なんか古文みたいな召喚してるこいつら。何、強そうこれ。こりゃこりゃ、いや、やばい。なんだ、あ、でも倒した倒した倒した。相手も倒した。早めに壁作らないとまずいな。いっぱいいろんな人入ってくるから、ここで。オッケー、壁を購入。壁をアップグレード。オッケーオッケーオッケー。入ってくる前にどんどん壁を作らないと。オッケー。オーナードアを購入。オッケー。これで入ってこれなくなったね、誰も。よし、階段も買っていって。あ、また来た。うわ、また来たこいつ。ちょっと帰れ、おりゃ、帰れ帰れ、大きいおかげ倒しちゃった。見たか、帰れ。死を司る者め。俺はちょっと2階のやつも買っていって、ちょっとお金どんどん買っていって、ライトニングブラスター買っていこう。ライトニングブラスターまずはゲット。オッケー、いいね。強そうな銃ゲットしたぞ。ちょっと待って、俺のこのライトニングブラスター、おりゃ、帰れ。やばい、俺の能力めっちゃ奪ってくるこいつ。ライトニングブラスター、剣で仕留めるしかない。剣で仕留める。とりゃあ、とりゃあ、とりゃ、くそ、おりゃ、帰れ。よし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 。無駄なんだよな、全部。なんか変な攻撃受けてるんやけど、俺。なんか変なやつ攻撃してきた。なんだこいつ。なんかいろいろな能力者が俺の家を攻撃しようとしてる。あ、やめてくれ。帰ってくれ。うわ、待って待って、俺の能力なんか奪われてるんやけど、どんどん。やめて。とりゃ。とりゃ。オッケー、帰れ帰れ帰れ。オッケーオッケーオッケー。よしよし、帰って帰って帰った。あ、せいや。せい。せいや。浮いた、痛い痛い痛い。あ、せいや。せいや。返せ、おりゃ。よし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 。俺の能力は返してもらった。ちょっと俺の家、ちょっとどんどん強化しないとまずいぞ、これ。とりあえず2階を購入して、オッケー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 。これで上からは入ってこれないね。ライトニングアップグレーダーも購入。これでさらにお金がどんどん増えていくっていう感じか。スーパーライトニングドロッパーを購入。これもいいね。これをさらに買うことで、お金がさらにどんどん増えていくぞ。いいね、25ドル。素晴らしいよ。お金が一番大事やねんから、神様になると。神様になるためにお金が必要なんですよ、俺たちは。で、もう一個買えるね。オッケー、スーパーライトニングドロッパー。オッケーオッケー。これで完璧にお金がめちゃめちゃ貯まりやすくなったね。帰れ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 、オッケー。我は雷の王。光の神、ノーワンだ。なんだ、私が光の神だとなんで知ってるんだ、君。なんかすごい、すごい体だな。なんだこいつは。すごい体だぞ。君は何の神なんだ。古文にしてやろう。よし、これで、あ、1万円貯まってる、いつの間にか。オッケーオッケーオッケー。1万円回収して、じゃあさらに2階の方行けそうやから2階のやつも強くしていこうか。お、いいね。サンダードロッパーを購入と。あ、ここでもさらにお金稼げるんや。で、これでドロッパーも購入と。やばい、なんか変なやつ来た。おら、せいや、せいや、あ、せいや、俺には、かなうまい。ちょっとこの剣強いんやけど、普通に。普通に強いぞ、この剣。
よし、じゃあ武器パッドを購入していこう。ここでさらに新しいね武器が手に入ると思うよね。うわ、ストームクラウドとか雷の毛布とか。ちょっとまだお金が全然足りないな。ちょっと入ってこられないように壁をちょっと作っておいて。オッケーオッケー、これでなかなか入ってこれないんじゃないか。入ってきそうこれ後ろから。では入ってくる入ってくる入ってくる。あ、せいやせいや、あ、おらせやおりゃえ、なんか強くね俺。よし、じゃあ1枚あるんでストームクラウドって使っていこうか。これストームクラウド、何これ。嵐雲、嵐雲召喚できる、もしかして俺嵐雲。え、なんだこれモテるんやけど。嵐雲、え、なんだ、おお空飛べるようだった。嵐雲召喚、いいね。これ他の人のさ武器盗めない、これ。ほら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 、ここで降りて召喚の杖、これいただこう。これ召喚の杖発動。あー、なんか召喚できる、すごいすごい。これ毒の剣ももらってこ、これオッケーオッケー、かっこいい。やばいやばい、ちょっと待って、俺と雲奪われる、まずいやば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 い、返せそれ。くっそ、こいつらめっちゃ盗もうとしてる。ここのやつが盗んでた、あの黒いやつだ。こいつこいつを倒さないと。俺よしよしよし、倒した倒した。え、待って、この能力盗んでいこう。アイスマジック、アイスマジック盗んじゃおう。雪降らせれるんや、強くね、アイスマジック。やばい、なんか登ってこようとしてる。ほらほら、帰れ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 。やばい、また取られた、また取られた俺の能力ちょっとマジで許せないお前ら。絶対にちょっと壁作ろう、壁。これマジ盗まれたい放題だ俺の能力。壁アップグレードして、オーケーオーケーオーケー、これでなかなか登ってこれないはず。ちょ、こいつもこいつも帰れ、あ、帰れ帰れ、オッケー。あいつだ、こいつだ、こいつだけは許しちゃおけない。いて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 、やばいやばいやばい、ちょっと待って、俺だって毒の剣持ってるからね。毒の剣、毒の剣、あ、せいや、オッケー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 、よし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 、今のうちに扉俺の部屋閉じないとみんな入ってくるからね。あ、やばい、また盗もうとしてる。もう絶対に盗ませない。ほら帰れ帰れ帰れ剣族たちよ、行け、剣族召喚、オッケー、追っていけ。よし、じゃあみんなこのイカ槌の杖買ってみようか。イカ槌の杖購入、強そうじゃない、めちゃくちゃ。入ってきたものにイカ槌を与える、イカ槌の杖、うおえ、めっちゃ強いやけど。長距離から狙えるぞこれ、みんな。イカ槌の杖くらえチートすぎる。ほら、ここに入ってこようとする者は雷の怒りに触れるだろう。やば、こいつまた盗もうとしてる。こいつ人のところからめっちゃ盗むよね。イカ槌の杖くらえ、こいつ本当に許さない、この裸のやつイカ槌を食らえ入ってくるな、ここには入ってくるんじゃない、ここに入ってくるな。よし、じゃあみんな次雷の毛布買っていこうか。これ変身できるってやつかな、もしかして。お、ついに俺神様っぽくなるぞ。みんな神様になりたい、早く。は、なんだ、ああロードか、ロード中すごいことになってたんやけど今俺。ついに皆さん来ました、雷の王ノーワンとして今後も頑張っていきたいと思います。見て、もう本当にぽくない、これ雷の杖に雷の装備。入ってくるんじゃない、イカ槌を食らえこうやって空をね巡回しながら常に監視している俺は。え、これマジで最強じゃない、これ。なんかこれ邪悪なポーションとかあるぞ、みんな。もうこの人の能力、これもちょっと盗もう。邪悪なポーションゲットしました。これ飲むとこかな、飲んだ、飲んだ、邪悪なポーション、え、なんだ、体が黒くなった。戦い挑んでやる、ついせい、よし見て、雷の王が闇に染まってしまった俺。うわ、めっちゃお金貯まってる、4万円ぐらい貯まってた、みんな。よし、じゃあこれでメガサンダードロッパーを買っておいて、これでかなりまたお金が増えやすくなると。このドロッパーも買っちゃって、ここも買っちゃおうか。オッケーオッケー、これでさらにお金めっちゃ増えるぞ。神のイカ槌を食らえ俺これかっこいいかも、でもこの黒い方が。けど俺は雷の王なんで、しっかりと雷属性になっていきたい。あ、オッケーオッケーオッケー、雷属性に戻ったね。よし、じゃあ2階もみんな全部完成したんで、最終フロア買っていこうか。最終フロアってことはまたもう1個ぐらいありそうじゃない。あ、武器パッドあるね、やっぱりまだ能力あるぞみんな。よし、じゃあさらにお金貯めてきたんで武器パッドを購入して、1個ぐらい買えるね。体力ポーション、稲妻ビーム。体力ポーションってなんだ、なんだこれ、体力を回復するみたいな感じなのかな。体力ポーションいただきます。なんだこれ、飲んでるけど多分ダメージ食らったら、あ、回復するんじゃない。おー、なんかでも光のオーラまとった。よし、じゃあ稲妻ビーム次買っていきたいと思います。稲妻ビームをゲット、これ最強の装備じゃない、これで一番最後の稲妻ビーム強いんじゃないか、これ。あ、なんか持ってるだけでなんか、あ、すごい、これなんか常に稲妻発射できるんやけどほらほら、稲妻ビーム食らえ、これめっちゃ当てるの難しい。でもこれ、ほら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 稲妻ビームやばすぎる、これ挙動がちょ難しすぎる、当てるの。よし、じゃあ次このデコレーションってやつ買ってみようか。デコレーション購入、なんか変な雷のやつついた、
さらにデコレーションを購入。あ、ここにも雷のやつついた。稲妻ビームがちょっと弱いな、これ。当たってる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 。強い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 。ほら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 、どこ行こうというのだね。うわ、うまい。それで逃げんのうまいな。勝負だ。何それ。何その回転丸みたいな。回転切り丸やめてそれ。それ何、いたいたいた、強え、なんなんその回転丸みたいな。やばすぎるやろ今の。やばい、またこいつ来やがった。いや、お前がその攻撃来るなら、俺もそれ当てやすいよこれ。おら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 。おらおらおら。やばい、なんなんそれ。これマジな、その攻撃やばすぎないそれ。それやばいってそれ。強すぎるやろ。よし、じゃあみんなこれで最後の屋根を購入して、一応これで終わりじゃないかな、ここで。あ、タイクーン完了あるね。タイクーンを完了する前に、こいつとの争いがね、まだ俺には残ってるんよ。やばい、あの、くるくる回転きた。くるくる回転きた。まずいまずいまずい。やばい、そのくるくる回転やばいだろ。なんでそんなくるくる回転強いの、あれ。いや、出た。最強技。最強技出た。いった、それマジ最強すぎてやばいんやけど。仕方がない、ちょっと俺だけの能力じゃダメなんで、ここの能力奪おうか。あいつだけは最後に絶対に倒したい。死の大釜、いいね。死の大釜ゲットして、スケルトンの杖。オッケー。これ全部もらうよ俺。ゾンビ爆弾いいやん。ゾンビ爆弾もらおう。 HP ポーションあるね俺。あいつ倒せるんじゃないか。どこ行ったあいつ。来いよ、降りてこい。オッケーオッケー。あ、来た。回転丸来てるよ。これゾンビ爆弾で、オッケー。ゾンビ爆弾強し。まあ、雷の能力は正直使い物にならない。使い物にならないが、このゾンビ爆弾が強かったね。この毒の神の。おりゃ、暗いゾンビ爆弾。おりゃ、やばい、出て、回転丸。回転切り丸来たよ、みんな。回転切り丸は、もうこれでね、逃げる。オッケー、これで逃げるしかない。オッケー、素晴らしい作戦だ、これが。この子分たちを行け。子分たちを攻撃しろ、あいつを。オッケー。倒しました。そして死の大釜で命を刈り取ります最後に。ということで皆さん、15万コインゲットしました。よし、じゃあみんな、タイクーンを完了させていきたいと思います。よし、タイクーン完了しました。うわ、すげえ。よし、じゃあみんな、最後はこの課金で銃使えるらしいよね。神様になったのに、ちょっと銃をね、一回使ってみたいなと思います。だけどこれ、みんなの高評価ボタンとつながってるみたいなんで、みんな見たいなと思いながら高評価ボタン押してくれると購入できます、俺が。ということで、高評価とチャンネル登録まだの人はチャンネル登録もよろしく。みんなの高評価がこの10パックにどんどん入ってきます。あー、10パック開放しました。ということで、10ゲットしました。神様やのに10やぞ、みんな。勝負だお前たち。いや、もう近寄ることすら許さない。おら逃げ惑え。神な、イカズチの力なんていらない。おら。みんなこれね、山頂入ってるって書いてるんよ。見てください、山頂ゲットしてました。やばい、こいつ近寄ってくる。おらよしよし。君、おらやばい、もう神様とかも関係ないやん。ということで皆さん、この人間の銃は神をも倒せる武器でした。ということで、みんなこの動画楽しんでくれたら、チャンネル登録と高評価もよろしく。いた、ほら。また明日、バイバイ。